お疲れ様です。パーソナリティの楓です。今回はいくらなんでもやりすぎ、優しい日本人に怒られても仕方ないと題しまして、とある焼肉店で日本人と中国人の間に起こったエピソードと、それを見た外国人から寄せられた反応をご紹介していきます。旅の恥はかき捨て、そんな言葉があるように、旅先では気が大きくなり、知らない間にマナー違反をしてしまっていることもありますよね。これは日本人と中国人でそこまで変わらない現象なのかというと、実際はそうではないようです。海外でも日本人は礼儀正しく、中国人はマナー違反も甚だしい、そういう概念が一般的な模様。日本人と中国人のマナーに関するエピソード、そしてそれらに対して外国人はどのような感想を抱いたか見ていきましょう。1、中国人観光客が大阪の焼肉店で起こした人騒動。経済成長著しく、富裕層の数が劇的に伸びている中国では、海外旅行に行く人たちが増えています。日本においても爆買いと言われる大量の商品を購入する中国人観光客を見かけることも珍しくなくなってきました。経済を潤してくれる観光客の存在は非常にありがたいのですが、同時にマナー違反を堂々とするような人たちがやってくると、迎える側の嬉しさは半減しますよね。実際、とある焼肉店で中国からやってきた観光客が犯したマナー違反に注目が集まっています。大阪の焼肉店にやってきた中国人女性2人組、90分食べ放題のコースを注文し、楽しく会食をしていたようですが、終了の時間になっても帰ろうとしませんでした。それを見かねた店主が、コースの時間は終了しているため、お席のお時間となりますが、と清算するように促したところ、彼女たちは拒否。数十分後、ようやくレジに移動した2人組の観光客は女性店員を撮影しようとし、店側は撮影をやめるように注意しましたが、これも拒否したのです。このような押し問答が双方30分にわたり続きました。結果、2人の観光客は店員をカメラで撮影し続け、呆れ果てた店主は、お代はいらないからいい加減帰ってくれと言い放ったのです。さらに、あんな汚い食べ方をしたのを見たことがない、もうむちゃくちゃと、かなり怒っている様子でした。ちなみに、食べ方が汚いというのは、エビの殻を床に落としていたためです。これを聞いた彼女たちは侮辱されたと思い激怒。この一連のやり取りが中国版ツイッターウェイボーに投稿され、国内外で大きな反響を巻き起こしました。彼女たちの言い分は、中国語を話していたからきっと反感を買った、外国人に対しての差別だと思ったから居座ったり動画撮影をしたりしたとのことでした。騒動が大きくなり、テレビ局の取材に店主が回答したことによると、直接的な原因は動画撮影云々ではなく、食べ方の汚さだったようです。食べ放題のコースで入店した彼女たちは、食べきれないほどのお肉を注文し、そのほとんどを残していったとのこと。さらに、肉の上に使用済みのお皿を乗せており、テーブルはかなりの惨状だったそうです。それだけではなく、エビの殻を床に投げ捨てており、それに対して店員が苦言を呈したことが発端となりました。この件に関し、来日経験も豊富な中国人有識者は以下のように述べています。来日20年、多くの飲食店を訪れたが、追い出されたことは一度もないし、私の周りでもそんな話は聞いたことがない。おそらく彼女たちの行動に問題があった。というのも、日本では食べ物を大事にする習慣があるため、食べきれない量を注文して余らせるといった
食べ物を粗末にする人は品性に問題があるとみなされる。加えてエビの殻を床に捨てる人を見ると公共のマナーも理解できないのかと思われる。店主が怒るのも無理はない。焼肉店のエピソードには外国人からも様々な声が寄せられているので少しご紹介しますね。日本は敬意の国だぞ。そんな国で食べ物を床に撒き散らしちゃダメだろう。俺はどっちを信じるべきか分かってるよ。もし本当にお店側が国籍を理由に差別をしてるなら、そもそも女性たちをお店に入れてないでしょ。個人的には日本の店員さんが嘘をつくはずがないと思う。あれだけ怒っているのにお金を返そうとするのか。日本人は怒り心頭の時ですら礼儀正しいんだね。日本のレストランで多くの中国人が食事をしている。なぜこの二人が追い出されたのか自分で考えるべきだ。同じ中国人として恥ずかしい。日本で差別だって？まず中国人観光客のことをどう思ってるのか一度世界中の人に聞いてみた方がいいと思うわ。他の国々からのみならず中国国内からも2人組の女性に対して批判的な意見が出ていることが興味深いですね。先ほどの中国人有識者も、中国が真に先進国になるためにはマナーの面で自制する必要があると結論付けています。では中国人と日本人のマナー、海外ではそれぞれどのように見られているのでしょうか。2、日本人と中国人のマナーの差。日本と中国、海を隔てているとはいえ隣国であり、人種的にも同じ両国で、なぜこれほどまでにマナーに対する意識が違うのでしょうか。ある民族学者はその違いを次のように説明しています。日本と中国では公共のものやスペース、サービスに対する意識が違う。前者は公共のものはみんなのものだからきれいに使わなくてはと考えるのに対し、後者は公共のものはみんなのものだから何をしてもどんなことをしてもいいと考える。これが島国という限定されたコミュニティで国家を発展させてきた日本と、常に異民族の流入や混在があり、俺がってなければ生き残れない莫大な人口を抱える中国の違いでしょう。と。では日本人と中国人はマナーに対してどれほどの意識の差があるのか、ビュッフェの場で考えてみましょう。必ず共用のトングや菜箸を使い、自分が食べられる量だけ取ってくること。これは一見当たり前に見えます。ビュッフェの会場において並べられた料理を自分が使っているお箸やフォーク、スプーンで取る日本人はまずいないでしょう。食べきれないほどの量を取ってきて、そのほとんどを残す日本人もほとんどいないと思います。公共の場では公共のものを使い、食べ物は残さない。これが日本人のマナーと言えます。一方中国人はその正反対。ある中国人観光客集団のビュッフェスタイルの食事シーンが SNS に投稿され、大きな反響を巻き起こしました。それはエビをトングではなく取り皿ですくい、大量のエビを自分の席で食べるかと思いきや、大半は手をつけずにそのまま残して帰るという映像でした。その時は食べたいと思って大量にエビを取った。トングでいちいち取るのがめんどくさいし、まだ使っていない皿だからそれですくったところで汚くない。でも席に持って帰った途端食べる気がしなくなったから残した。お金払ってるんだから何も悪くない。これがその SNS に映っている人物の言い分らしいですが、あまりにもひどいですよね。そんな中国人と日本人のマナーの違いに対し、世界からたくさんの声が寄せられています。中国では物を全部食べると
まだ足りないと言ってることと同じだから失礼。少し残すのが礼儀と言われるけど、これはひどい。エビもそれを料理した人にも失礼。日本人は黙々とって感じだよね。大勢がいる場ではしゃぐ人あんまり見たことがない。日本人が多いホテルと中国人が多いホテルなら絶対に日本人が多いホテルに行く。中国人はどこでもうるさい。一括りにするのはいけないことなんだろうけど、それでも日本人の方が礼儀正しいっていうのは世界的にも共通の認識だよね。中国を経由して日本を何日か旅行したけど、あまりの違いにびっくりしたよ。日本では本当に落ち着いて旅行できた。ここまで差が出るってことは教育の違いなのかな。日本人にもマナーが悪い人はいますし、中国人でも周りに迷惑をかけないように努めている人もいますから、一括りにするべきではないですが、それでも日本人の礼儀正しさやマナーの良さは世界から高い評価を受けているみたいですね。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、郷に行っては郷に従えという言葉通り、いくら自分の国では普通と思われていることでも、他国ではその国の慣習やマナーに従うべきであり、それを自然と分かっている日本人は素晴らしいと感じました。また中国国内においてマナーに対する意識を変えていこうとする動きが近年活発化しているようですから、今後どのように変わっていくのか注目していきたいものですね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッド評価とチャンネル登録もお忘れなく。